供の心を忘れずに風を切ってゆけ、僕らも見えるかな。こんな感じでカメラだとあんまりわかんないかな。これ肉眼で見るとすごいんですよね。さあ帰りましょう。いやこれだけ天気が良くてバイクも調子が良かったらテンション上がる。景色最高。景色いいなあ。でも草がやっぱり生い茂ってるから冬より見えんな。冬はもっと景色、まあ空気も澄んでるんで遠くまで見えるっていうのはあると思うんですけど、ちょっとあれだな、冬の方がいいな。見晴らしあるある、見晴らしあるあるで、ここのこのスカイラインは結構できた時、まあできてまだ2、3年かな。で道が綺麗でくねくね曲がってるんで、ここであの自転車流行ってるでしょ、ロードタイプの、まあ、山走るのも流行ってるのかもしれないですけど、この辺しまなみ海道は近いので結構自転車に力入れてたりするんです尾道とかそうですね、ツールド尾道っていう名前かどうか知りませんが、なんかそんな感じでやってて、三原もじゃあやろうじゃねえかっていうことで、ここのハイウェイができた時にそういう自転車のレースを今もやってるのかな。それが面白いことにあれなんですよ、あのヒルクライム登っていく、しんどいだろうなと思って、わあ綺麗だな景色。わあ景色綺麗で、ヒルクライムやるって話聞いたんで、やるんだと思ってて、なんでヒルクライムやるのにダウンヒルしないんかなと思って、下りの方が迫力あるじゃないですか、スピードが出て。でいろいろ聞いていくと、やっぱり下るのは事故るんでダメっていう三原らしいなと思いましたね。事故怪我人がたくさん出るからダメって。確かにそうですね。あーいやー三原だなーと思って、いい選択したなーみたいなそんなに盛り上がらなくていいんだよみたいなそれ聞いた時笑いましたね。いや本当かどうか知らないですよ、噂だったので。確かにヒルクライムだったら、まあ、怪我っていうのは肉離れとか、その無理しすぎて、体ちょっと壊すとかあるかもしれないですけど、基本的に転んで骨折とかね、その谷底に落ちたよとか重傷はあんまりないんじゃないかなと思って、さすが三原だな、あるあるだなと思って思ったんだよあー面白い。でもね、こう雰囲気いいでしょ、なんか好きだなこの感じ。都会で暮らしてる人とか、リタイアしたら三原に来てくださいよ、空き家いっぱいありますからで、ね、結構みんなのんびり暮らしてるんで、
三原いいんじゃないかなと思いますよ。一応そのなんて言うんだろう、お店とかも一通り、まあ一通りってどこまでかっていう話ですけど、まあ住むのに、なんかそういう苦労しないぐらいのお店は揃ってて、もう激安ってわけでもないし激高っていうわけでもなくて、まあみんなのんびりふわっとしてる人が多い、そんな街ですね。まあ三原しか住んだことない人はそれ分かりにくいかなと思うんですが、私いろんな街、まあいろんなっていうこともないですけど、まあいろんなとこ住んでると、まあよく分かりますよね。いいなと思う。空気きれいですね。うちのあの会社のスタッフのモーリー君、外交チャンネルで頑張ってるモーリー君は、呉出身なんですけど、呉ですごい花粉症がひどくて鼻ズルズルで大変だったらしいんですが、仕事で、ね、うち三平に来て三原に住み出したら花粉症がピカッと止まったっていうどんだけよっていう私はアレルギーとかがほぼない、一切ない、まあ、分かってないからか、ちょっとその辺のこう具合っていうのはよくわからないんですけど、まあ、空気きれいなんだなってそれで感じました。ぜひ三原に移住してくださいバイク乗ってる人は一緒に遊びましょう遊びましょう。先に、ここかな、前一回 YouTube でお知らせしたんですが、わお客さんいっぱい来てたな、むすびっていう、カフェ、古民家カフェオープンしたんですが、彼らも、大阪だったかな、大阪で、住んでて、で三原のこの、ね、町と人とこの景色が良くて移り住んでカフェを始めて大繁盛してますけど、いやそんなとこですよ三原は。うん、好きだな。でもうすぐ行くとちょっと街中に入っていくので、街中というか国道2号線旧2号線の方入っていくと車が多くなっていくんで、ストップアンドゴーが多くなっていくんで、なかなかロッカークラッチハンドシフトにはつらいんだよ遠く行きたいな、キャンプ行きたいな。キャンプ行く行く詐欺で、行く行くってゴールデンウィークじゃなくて盆休みから言ってるのに全然行けてません。もうめちゃめちゃ仕事忙しくて、もう半端ねって感じですね。多分駆け込み需要、消費税増税前の駆け込み需要だけじゃないと思うんですよね、この忙しさは。なんだろうな、まあ、低金利とかって結構家がたくさん建ってたりすると、まあ、雰囲気も良くなって、じゃあうちもなんか今のうちやっとくかみたいな人が多いんじゃないかなと思います。災害があったりして土木建築関係の仕事をしている人はすごい忙しい人が多いんじゃないかなと思いますね。うちはあまり災害にはあまり関係ないかな、もう少し影響あるかなと思ってたんですが、まあ、ゼロってわけじゃないですけど、月に1件ぐらいちょこっとした問い合わせがあるぐらいかな。コメントで演出しないように信号待ちでアイドリングをちょっと上げるっていう方がいました。すごい気持ちわかります。でも気持ちとしては下げたいんですよねツンタカ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 って行きたいとこなんですけど、それって演出してもいい時にツンタカツンタカやってると演出しないんですけど、演奏しちゃいけないとこでは演奏するんですよね。もう焦っ
喋ります。でもね、だんだん慣れてくるとパスってこうエンジン切れた瞬間にちょっとアクセルを開いてこうエンジンをこう、うん、かけるというか戻すのがこう自然に体に染み付きますさっきもそうだったんですが、ツンタカツンタカツンタカパスって切れるんですけど、パスの時にちょっとアクセル開いてやるとブルーンってまた戻るんですもうそのテクニックはそうですね、1年ぐらいかかるかな何回も痛い思いをしないといけない。でも大きい交差点で、まあ、街中都会行くと片道だけで3車線4車線ってあるじゃないですか。で右折専用車線とかで、例えば右折専用車線で先頭になったりとかしてて、で対向車がまあ切れるのを待ったり矢印信号が出るのを待ったりしてる時に、そこでエンストするっていうことがあるんですよ。私はたまたまないんですけど、友達はありましたね。目の前でエンストしましたね。あれ広島市内だったかな。焦ってましたね。そこで男試されます。そこで、あーごめんごめんって言って、もう一回ちゃんとキックしてエンジンをかけて発車する、これ男ですね。大体もう焦って押して路肩に行きますこれ男じゃないって言われるやつですよねああいう時に本当の根性が試される。でもね、平常心じゃいられないですよ。セルならいいですよ、セルならキックでかけるなんて、まあ、時代がそういう時代ならいいですけど、キック知らない人がいる時にあの人急にバイクから降りて交差点のど真ん中でキックし始めたよ、あかからん、信号変わったよみたいな感じに、もう車がビュンビュン行き交う中のでっかい交差点のど真ん中で一人キックするなんて、もう縮み上がりますね。もうね、もうありえないですよね。多分そういうのが結構怖くて、キックオンリーのバイクに乗れる人は、乗れる人というか、その乗りたくないというか乗れないって思う人多いと思います。あれはあの整備できるとかできないとかも関係ない、関係ない。もう本当度胸があるかどうか、捨て身技が出せるかどうかみたいな感じですよね。もうね、さあそろそろ到着です。到着。はい、ただいま、まあ、戻ってまいりましたが、あのプッシュロッドをの整備する前はプッシュロッドの周りのこちらですね、ここがもういつもベタベタだったんですけど、カラッカラです。カラッカラ。いやー、今回の、整備はすごくうまくいったんじゃないかなと思います。あ、久々走ってなんか気持ちよかったな。もっと涼しくなっていくんで、もっと気持ちよくなるだろうなと思います。今度は本当にキャンプに行って、料理作る動画を出したいと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録してまた見てやっていただければと思います。バイバーイ。はい、戻ってまいりました。気持ちよかったですよ。半袖ちょうどいいですね、今の季節。そうそう、それから来月の10月はトライアルの草大会、11月はエンデューロのレースにも出ようと思ってますんで、ちょっと練習に行かないとなと思ってます。またその模様もアップしますのでお楽しみに。